バビロンはメソポタミア地方の古代都市。地域はバグダードの南方約 90km の地点にユーフラテス川をまたいで広がる。その遺跡は2019年にユネスコの世界遺産リストに登録された。バビロンは紀元前18から6世紀の古代、メソポタミア地域における主要な王国だった。その名をとどろかせる首都がユーフラテス川沿いに建設された。 都市は川をまたいでその両岸にほぼ同じ面積で建設され、時に襲う季節的な洪水を防ぐため、川沿いには険しい堤防が築かれた。もともとはバビロンはアッカドの小さな町で、その起源は起源前2300年頃のアッカド帝国にまで遡る。起源前19世紀にバビロン第一王朝が起こると、町は 小さな都市国家の一部に組み込まれた。紀元前18世紀にアムールの王ハンムラビが帝国を築いてから間もなく、彼はバビロンを一大都市に作り変え、その王となった。メソポタミア南部地方はその名にちなんでバビロニア地方と呼ばれるようになり、宗教の中心都市はニップルからバビロンへ移行する。ハンムラビの息子、サムスイルナの時代になると、 バビロニア帝国は衰退し、その後、バビロンは長らく、アッシリア、カッシーとエラムの支配に甘んじることとなった。破壊とアッシリア人による再建の後、紀元前6 0 9から539年の短期間ではあったが、バビロンは新バビロニア帝国の首都となった。バビロンの空中庭園は古代の七不思議の一つだが、多数の学者は実際には、 アッシリアの首都ニネベにあったと考えている。新バビロニア帝国の滅亡後は、アケムネス朝ペルシア、セレウコス朝パルティア、ローマ帝国、そしてササン朝ペルシアとバビロンの統治者は変遷していった。バビロンが世界最大の都市だった時期は、紀元前1770から1670年頃と、紀元前612から320年頃と、 見られている。おそらく一番早く人口が20万人に到達した都市であった。その区域の最大範囲は890から900ヘクタールに及ぶと推測される。町の遺跡は今日のイラクのバグダードの南85キロメートル、バービル県の平田にあり、壊れた泥レンガの建物とが歴のいい丘となっている。バビロンに関する主な情報源。 遺跡の発掘、メソポタミアの他の地域で発見された、設計文字文書、聖書、古代の文書における記述、あるいは引用による文書などを繋ぎ合わせても、その完全な実像に迫ることは難しい。資料同士が相互に矛盾さえしており、そのあたりの事情は、都市が最盛期であった、紀元前6世紀についても同様である。悪化の語で、神の門を意味するバーブ入りに由来する。 古代ペルシア語、ベイバイロス、古代ギリシア語、アルファベータウプシロンラムダニューバビロン、ヘブライ語、ボバル、アラビア語、ボビールなどは、その釈用である。バビロニアの語は、バベルに基づく。マルドクを守護神とした。ウル第三王朝崩壊後のイシンラルサ時代の軍友格闘この年に開かれた、バビロン第一王朝第六代の王ハンムラビが、 生して以後、メソポタミアカ流域の重要都市として浮上した。アーチボルドセースが1870年代に述べたところによると、バブイル、またはバブイリは、比較的早期のシュメール語の名前であるカディミラの翻訳であると考えられる。カディミラは、神の門を意味し、カンヨンディジア、ラキイコール神の門に相当する、または、その他の文字に由来する。 ドイツの学者ディーツ・オット・エイド・ザードによると、町はもともとは、バビラと呼ばれたが、ウルダイ・サンの頃までには、語源の施策のプロセスを経て、神の門を意味するバブ入りになったとする。神の門というわけは、意味が半然としない非セム語の地名を説明するための、民間語源だという考えも強まっている。言語学者イグナス・ジェーゲルブは、バビル、または、バビラという名前は、 都市の名前の根本部分だが、その意味と起源は未知とすべきだと1955年に提案した。理由として、他のよく似た名前の場所がシュメールにあったことと、シュメール語の地名がアッカド語の翻訳に置き換えられた例が他にないことを挙げている。イグナス・ゲルブの説では、バビルは後にアッカド語のバブ入りに変形したのであって、シュメール語のか、ディグイラはむしろ逆にバビル。 または、バビラからの翻訳であるとの結論に達した。聖書では、その名は、バベルとして登場する。創世記では、混乱するを意味するヘブライ語の動詞ビルベルから、混乱という意味で説明されている。現代の英語の単語、バブルは、一般には、バベルという名前に由来すると考えられているが、直接の関係はない。古代の記録の中では、バビロンを、 他の都市の名前として用いている例がある。例えば、バビロンの影響圏にあるボルシッパオスをそう呼んだ例や、アッシリアがバビロンを占領、略奪した後の短期間、ニネベのことをバビロンと呼んだ例がある。都市バビロンの記録は、前3000年期末に登場する。ここに、アムル人が、バビロン第一王朝を建設し、前18世紀に、第六代の王ハンムラビがメソポタミアを統一した。 復元された、イシュタルモンその後、カッシートやアッシリア帝国などの支配を経るが、一貫して、メソポタミア地方の中心であった。貿易の商工業の中心であり、物資集積場であった。紀元前600年代のシンバビロニア王国時代になって、その首都となると、イシュタルモンや、今でも謎を残す、空中庭園などの建造物が作られ、オリエント有数の大都会として栄えた。 しかし、新バビロニアがアケムネスアッサ、ペルシア帝国に滅ぼされ、ペルシャの一都市となってからは、その重要性が低下した。その後、ペルシア帝国を滅ぼしたアレクサンドロス三世がここをマケドニア王国の王都としたが、紀元前323年のバビロンでの彼の死に、伴ってバビロン会議が開催され、彼の衣装たちによって、権力と所領の分割協定が結ばれた。 しかし、やがてディアドコイ戦争が勃発し、右翼曲折を経て、ディアドコイの一人だったセレウコス一世がバビロンとアジアの大部分の支配者となり、紀元前312年にセレウコス朝を開いた。しかし、幾人かの王の中高があったものの彼の時代をピークに、セレウコス王朝は次第に領土を喪失していった。紀元前130年代にバビロンを含むバビロニアを、 カルティア王国に奪われた。バビロンは、その間、取るに足らぬ、地方都市として、衰退を続けた微重なる洪水などによって破壊され、やがて肥沃で緑あふれる土地だったメソポタミア平原が、砂漠化したように、大都市の面影をとどめない廃墟となってしまった。発掘された、バビロンの廃墟の遺跡その後は、遺跡は砂漠に埋もれバビロンは、 旧約聖書や古代ギリシャの著作家たちが伝える以上のことは不明だったが、1811年から1812年にかけて、及び1827年のクローディア・スリッチによる発掘がきっかけとなって、1827年のロバート・ミグナン、1849年のウィリアム・ロフタスらによって解明が進められた。その後、現在に至るまで研究が続けられている。 メソポタミア文明の最高を掲げるイラクの独裁者、サダム・フセインの主導で1978年により、バビロン遺跡の考古学的修復を名目に、古代都市の復興計画が開始され、バビロン遺跡の入り口には、サダム・フセインとネブカドネザルの肖像画が配置され、碑文には、ネブカドネザルの息子であるサダム・フセインがイラクを称える、ために建設したと刻まれた。 バースト政権下で1987年から2002年まで、ほぼ毎年バビロンで、フェスティバルが開催されるも予定された、空中庭園とジグラットの再建は行われることはなかった。1991年に湾岸戦争が終わると、サダム・フセインは遺跡群内にジグラットを模した近代的な宮殿を建て、ケーブルカーも付設しようとしたが、2003年の イラク戦争により中止に追い込まれた。しかし、戦争でイラクに侵攻したアメリカ軍の基地建設によって遺跡の損傷が進んだ。17世紀のヨーロッパ人が描いたバビロン創造図。左側にバベルの塔が描かれている旧約聖書創世紀ではバベルと表記され、バベルの塔の伝承にて混乱を語源とすると伝える。創世紀重賞第二節によると、 ノアのコハムの子孫である地上で、最初の勇士ニムロドの王国の主な町が、シンアールの地にあったバベル、ウルク、アッカドであったという。この直後の創世紀11章が、バベルの塔の伝承であり、ここで東方からシンアールの地へ移住した人々による都市、バベル及びバベルの塔の建設が述べられているため、この建設事業をニムロドに帰する神学解釈がある。 新バビロニア王国時代のバビロンと周辺の数カ所の都市には滅ぼされたユダ王国の指導者層が強制移住させられ、この事件がそれまで神殿宗教であったヤハベ信仰をユダヤ教に合非成長させる大きな契機となり、ひいてはユダヤ人の民族形成史上大きな役割を果たした。また、イラクにおける ユダヤ人コミュニティの起源ともなったが、このようにユダヤ教の成立過程に深く関わった。バビロンは、ユダヤ教やその系譜を引くキリスト教において、正義の対抗概念のイメージであり、さらに、イザヤ書とエレミア書の予言と、新約聖書のヨハネの目視録の古事から、ヨーロッパなどのキリスト教文化圏においては、大敗した都市の象徴、さらには、富と悪徳で栄える資本主義、 偶像崇拝の象徴として扱われることが多い。50以上の神殿があり、主神は、マルドゥク。他にも3位一体で、王道体の支配者である神、シャマシュ、イシュタルなどが祀られていた。バビロンの平面図。外側と内側に、城壁で囲まれている二重構造の城壁で囲まれており、内側の類壁は2列に並んでいて、内側の壁は、厚さ6.5メートル。 外側の壁は厚さ約3.5メートルでその外には南と北にユーフラテス側から水を引いた堀があり、縄文が8つあったという。また、ネブカドネザル2世によって付け加えられた外側の類壁も2列に並んでいて、内側の壁の厚さは約7メートルあった。頭部にはもう一組の二重城壁があった。いくつかの門から市内に街路が通っていて、 主要な大通りの行列道路は舗装され両側の壁は神々の象徴であるライオニアリュウムシフシュの像で飾られた。両岸はバビロンの川底トンネルで結ばれたという。バビロンは1983年に登録延期となった後、2019年に正式登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。映画 イントレランスのバビロンのセット現在、何千人もの人々が古代の死壁の内側のバビロンに住んでおり、建設を制限する法律にもかかわらず、コミュニティは急速に成長しています。ありがとうございます。